バレンタインデーキース、バレンタインデーキース、魔法をかけるの。はい、そんな感じやったっけ。分からん、適当にも程があるけど。皆さんこんばんは。こんばんは、ゆうこのメイドの土産です。はい、本日は2月11日なんですけど、はい、もうすぐバレンタイン、ね、ということで、はい、ユニバーサルスタジオストアカリフォルニアコンフェクショナリーで買えるバレンタインデープレゼント、プレゼントねえねえ、今日は俺に買ってくれるってこと？あ、ずずしいな、自分から言うって。指さすな。そうなんです。はいはい、一応ね、さやかと大して、あの、本物のカップルなんよね。はい、ビジネスカップルじゃない。ビジネスっていうか、なんかこう、よく家族にね、思われるんですけど、はいはい、本当に、あの、お付き合いをさせていただいてるんです。方々だけど。はい、ということで、その、まあ、バレンタインデーということで、さやかが大使にプレゼントをするという企画で。あ、そうなんだ。あ、そうそうそう。あ、まあ、言うなれば。トンネルチョコとギリチョコで買ってくる？あ、それいいかもしれない。ね、うん、どっち選んで買ってきて、誰かがプレゼントした後に、うん、まあ、この両方のお店、うん、まあ、バレンタイン向けの商品何があるのかをね、うん、最後にご紹介をしたいと思いますので、うん、ぜひご覧くださいませ。はい、はい、じゃあまずはユニバーサルスタジオスター、こっちにあんまりお菓子とかないかった気するよね。奥の方にあるけどね。行ってきます。はい、どこで待っといたらいいんだよ。分からん、今見てるんよ。あ、そうなんですか。うん、でもね、待っといて。はい、メイドの土産。はい、ということで買ってきてくれましたか。ギリから行こう。ギリから行こう。ギリからギリ、楽しそうで何を。ギリチョコ、はいはい、トモチョコ、うん、と、あの、本命みたいな。あ、3つ買ってきてくれた。そうやね、はいはい、ちょっと待ってな、うん、じゃあ大使がさやかのクラスメートで、はいはいはい、もうマジ好きじゃない設定で、ね、あ、ストーリーからね、うん、ありがとう。全然友達みたいな、はいはい、大使おはよう。どうした？あ、今日バレンタインかギリチョコあげるわ。はい、めっちゃギリだな。ありがとう。あ、いいやん、かわいい、いただきます。はい、どうぞ、はい、ユニバ行ってきたんや。あ、そうそう、この間ユニバ行ってめっちゃいいな思って買ってきてん。それで、あ、わかん、はい、ありがとう、いただきます。食べてね。ちょっと解説して。ただ、あの、これは自分に徳があると言いますか。はいはいはい、じゃじゃじゃあ、これかわいいわ。何かしら、こう入れることはできるよね、こうやって。そうだね、ガッて開いて。あ、なるほど。スパイダーマンなんで選んだかっていうと、やっぱり男の子ってスパイダーマン好きな率が高いかなと思って。偏見。袋だけでも、袋だけでも、まあ、自分もスパイダーマン好きやから、これもね、いいね、あの、ゲットということで一石二鳥でございます。いいじゃん。え、あ、チョコじゃん。かわいい。あ、え、ちょっとチョコだよ。これはええわ。あ、クッキーかと思った。かわいいやろ、めっちゃ。これはええわ。まあ、そっか、バレンタインやからチョコやね。おいしい。チョコ食べたかったんよ、今、ほんまに。よかったね。うん、これおすすめかも。はい、じゃあ次は何チョコですか？次は友チョコでございます。友チョコっていうのはクラスメートの女友達にあげるってこと？多分そうやと思うんやけど、もう最近は多分あんま関係ないと思う。そんなジェンダーレスやもんないから。そうそうそう、最近はね、うん、あげたい人にあげるっていうこと、はい、そうそうそう、はい、じゃあさっきのは何？職場とかほんまにギリって感じ。ほんまになんかその男友達でみたいな、その友達じゃないくて、形式的にあげとくみたいな。そう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 、ちょっと今のちょっと喋ってる時の顔うざかった。大ちゃん、おはよう。あ、おはよう。あ、はい、おはよう。おはよう。おはよう。今日バレンタインじゃない。バレンタインだよ。え、作ってきた？自分作った。今日はね、何買ってきた。あ、今日は買ってきた。最後買ってきた。ちょっと苦手やね。たけし君にあげる感じ。ちょっとあげるんよ。あげる、あげる、あげる。けどたけし君は作ってきた。買ってきたんだ。本命買ってきたんだ。まあまあ、そういう人もいるよね。でもまあ、あの、たいちゃんにもちゃんとあるから心配しないで。ありがとう、はい、じゃああげるね、はい、どうぞ。あらららら、はい、どうぞ。たいちゃん、すごい。え、ユニバ行ってきたの？あ、そうなんよ。この間ね、うん、ユニバ行ってきて、ちょうどなんかいいのがあったから、そうなんよ。もうサデ買って、サデ買ってみんなにね、サデ配るみたいな感じかな。ありがとう。いいえ。
どんな、え、これレモンケーキかなとキャラメルナッツクッキーね。そうそうそう、あのね、これ実は言うと、実は言うとさやかがすごく気になってたお菓子を買ってきたみたいな。ちょっと自分でも食べたくてみたいなね。そう、食べたくて、だけどこれスヌーピーでめちゃめちゃ可愛いし、うん、ユニバってね、うん、あの袋があるわけ、透明のね、あれに入れたらめちゃめちゃ可愛いこと食べれるから、ね、配る用の袋ね。そうそう、袋をちょっと後で取りに行こう。ということで開けていいかな。まずこのピーナッツから、うん、ナッツキャラメル、お上品じゃん。そうなんよ、これぞ友チョコみたいな。あ、すごい。でもチョコじゃないけど、チョコじゃないねんけどね、まあ、バレンタインなんかもうチョコじゃなくなってるからね。これはね、じゃ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 ん、あ、サンドじゃん。めっちゃ美味しそう。すごい、なるほどね、めっちゃケーキみたいな。すごい、レモンケーキやね、うん、はい、タイちゃん食べて。いただきます。かわいい、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 レモンやからね。めっちゃレモンやね。おいしい、おいしい、うん、めっちゃレモン。あ、そうなんや、おい、うん、しいわ。なんかね、コーヒーに合うって感じじゃなくて紅茶に合うケーキって感じやな。あ、そうなの、うん、ちょっとアメちゃんっぽいレモンの風味がパッて入ってくるから、上品なんかなと思ったら結構上品ではない感じ。誰にでも親しまれるようなレモンケーキっていう感じかな。甘いそう。ナッツの匂いがやばい。うまいわ。美味しい。俺こっちの方が好きかも。あ、本当、うん。ナッツが好きやったらね、こっちの方が美味しいと思います。キャラメルの奥にこれナッツが入ってるけど、うん、ナッツにちょっとね、ナッツかどうかわからないけどちょっと塩味があるんよ。結構上品な、キャラメルクッキーって感じですね。はい、でさっきね、食べ大使に食べてもらったお気に入りのやつが、はいはいはい、こんだけ入ってるよ、キャラメル。キャラメルナッツクッキーね、うん、めっちゃ入ってるから、まあ、これを、うん、まあ、2枚ずつ渡してもよし、さっきと組み合わせて渡してもよしみたいな。これね、これ味的にこれは嬉しいね、うん、そうなんや。俺的にはバレンタイン関係なく買って帰りたいぐらい美味しいです、うん、箱はね、使われへんけど、これどうやろ、オンラインでもし売ってたらこれ結構俺おすすめかも。本当に、うん、すごい、よかった。レモンケーキって結構さ、やっぱり好き嫌い分かれるやん。そうやな、うん、このさっき食べてもらったケーキがこんだけしか入ってないんだよ。そうだね、それは見た目可愛いじゃん。見た目可愛い。でもこれあんま使われへんな、どっちも。そうやね、神やから使われ。もうほら、うん、言えるもん、こんな感じやもんな。で、これはやっぱ友達をこう選んで、うんうんうん、まあ、6個しか入ってないから、うん、6人でちょっと、誰にしようかな、まあ、みんなでティータイム的な、ね、そうそう、っていうのはすごくいいかなと思って。いいですね、結構1つ大きいしね、買ってきました。じゃあこれがあのトムチョコセットですね、はいはい、最下的な。なんかさ、6個1とか、こう6人1個仲良しグループでさ、こう集まって、はい、買っていくにはかなりちょうどいいかもしれない。ちょうどいいと思う。はい、では最後、2本目、行ってみたいと思います。はい。タイちゃん、おはよう。あ、おはよう。どうしたの、なんか。あ、あのね、うん、今日ね、バレンタインじゃん。そっか、あ、今日そっか、忘れとったわ。もらった、なんかチョコ。もら、あ、まあでもあんまり、うん、内緒にしとこうかな。なんで結構さ、やっぱり、あんまり言わんほうがいいかな。この間ユニバ行ってさ、うん、すごい可愛いのあったから、タイちゃんに買ってきた。はい。なにこれ。めっちゃおしゃれじゃん。これね、これもらっていいの？うん、いいよ。あの中身ね、うん、開けてあげるね。開けて、まあ、タイちゃんにはね、いつもお世話になりっぱなしだからね。あ、そう、なんか、そっか、まあ、ギリやもんな。うん、あの、あー、違う、いろんな意味で違うの。え、これ一人一個、俺だけでこれ、あ、うん、タイちゃんだけ。え、なにこれ、本命じゃない？俺さ、スヌーピー大好きなんだよね。そうだよね、知ってる。分かってんだ、うん、1990年7月30日生まれってことも知ってる。ちょっと気持ち悪い。これはチャーリーブラウンの。あ、そう。あ、これスヌーピーですね。かわいい。まあ、それがそう、よくね、分からんのよ。あんまりあげたことないからな、うんうんうん、ただ、あげる人ってなんか本命って分かってあげたいのか、うん、なんかこうギリだねみたいな雰囲気で渡したいのかって迷った時に、まあ、でもさやかやったらってことね。さやかやったらギリとは絶対言わずに、本命なんやけど、なんかゴリゴリじゃない本命やん、これ。わかる？あ、なるほどね。手作りでみたいな感
感じじゃなくて、そうそうそうじゃなくてちょっとリッチなスヌーピーな感じで、はい、こう揚げたらおしゃれやなと思ったよ普通に、まあ、ゴディバに変わり得るっていうかさ、そう、ね、やっぱりゴディバってやっぱそうやん、うん、本命なんかちょっとわからんみたいなとこあるやんか、ただね再利用は一切できないですね、あ再利用はできない、丁寧に揚げたけどこんなボロボロになっちゃうんで、ちなみにこれめっちゃ高いやろ、もうね値段買わずみたいな、値段見ずに買ったんまあやっぱこれちょっとお上品な感じ、お上品やな、めっちゃお上品、おめでたい感じですね、何、え、キャラメルかな、大人、え、めっちゃ大人、マジで、うん、めっちゃ硬いし食べてこう、アーモンドの味かなこれ、匂いもね結構強い、ちょっと思ってたのとちゃうかったな、いいんやけど、ちょっとポップじゃないかな、あ、そうなんや、うん、もっとポップな感じのイメージ、ポップこっちじゃん、こっちポップか、こんな硬い、こっちは美味しい、こっちは美味しい、こっちも美味しい、ほんと、こっちでも高級チョコっていう感じかな、あ、そうなんや、あの宝石箱みたいなチョコあれやん、こんなん1個100円ぐらい、はい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 、あれぐらいの味がします、あ、すごいじゃん、うん、基本的に男の人ってさ、チョコレート好きな人と嫌いな人と別れると思う、ね、好きじゃない人、これもらったらちょっと困るかもしれない、マジで、うん、これね、結構相当なチョコ好きじゃないと、もらったら困るかも、困るもんあげてもった歯割ったいけんよ、美味しいんやけど、めっちゃ大人じゃない、うん、いやでもそんな大人じゃない違うかい、アーモンドかな、うん、アーモンドやな、あ、上品やと思う、うん、まあまあ普通に食べれるぐらい褒めてんかね、褒めてんか、そっちは美味しいよ、めっちゃ食べやすくて硬いけど、うん、おいしい、うん、うん、うん、結構好きかな、うん、もちろんチョコのスヌーピーの方が美味しいんやけど、うん、黄色も全然癖あるけど、うん、まあアーモンドの風味やし、うん、そこまで気にならへんかな、早く、うん、これ絶対失敗したくないっていう気持ちで言ってるんじゃないよ、本音よ、ではですね、はい、中身ちょっと美味しかったランキングつけていい、うん、あ、じゃあせーので、うん、一番中身美味しかったの指さそう、 OK、 はい、いきましょう、一番ね、うん、じゃあせーの、あ、それ、うん、これレモンケーキですね、美味しい、俺はキャラメル、これもめちゃめちゃ美味しかった、これめっちゃ美味しいですね、うん、今日のちょっと動画のコンセプト的にはですね、まあ友チョコとか義理チョコとか本命チョコとかってあるんで、まあ渡し方とか買い方とか人それぞれやと思うんやけど、うん、そうだね、例えばこれはね、もう中身いっぱい入ってるんで、いろんな場面で使えるっていう感じだと思います。ですがちょっと本命にするにはちょっとな、ね、物足りへんって、物足りへんってか、ちょっと雑かなって思って、はい、でこれはね、スパイダーマン好きな人にとってはね、これ本命でも使えると思います、このままあげてもいいしね、言うたら、そうそうそう、スパイダーマン好きやんなっていう感じであげたら絶対、うん、好きやんなってこうあげ方、スパイダーマン好きやんな恥ずかしいね、本命の揚げ方じゃん、うん、本命の揚げ方、そういう揚げ方したら本命にできるかな、できます、ね、でこれはね、中身が結構大人なんで、うん、チョコ好きにはたまらないかと思うんですけど、ね、俺ね思ったんやけど、例えばこれと一緒にちょっと手紙添えて渡したりすると一気に本命感あるし、メッセージカードとかね、そうそうそう、絶対可愛いと思う、気持ち伝わるんじゃないかなって思う、いいと思う、ね、うん、本当にいいと思う、これはもうね、ほんまに友チョコでもいいし、家族に持って帰るお土産とかでも使えるんじゃないかなって思います、これなんか外側がフィナンシェみたいですごく美味しかった、はいね、うん、っていう感じですね、って感じですかね、はい、では、皆様好きな人はいますか雑やな、まさか目の前にいるんですけれども、じゃあ今からみんなと一緒に、グッズ見に行こっか、そうね、まあ、どんなグッズってかお菓子とかあるのかなっていうのを見に行きたいと思います、メイドの土産、めっちゃいいけどさ、うん、ちょっと可愛すぎ、そうなんだから今回ちょっと NG 出したんやけど、でもね全部美味しいからマジで、これはこの前ね動画で紹介してます、そう、大切な人一人、友達とかでもいいしね、うん、ギリはちょっともったいない、そうやね、これは2600円で
48個入ってる。48人に配れます紙これ1個で終わる。売れてるもんな。ほんまや、紙商品です。俺的にこれめっちゃ嬉しいわ。ゴムないよね。あとパンツとかはどうなの。あ、パンツだいぶ重い。パンツってだってこの着てる服の中のものやからな。中のものを想像して買うのはちょっと良くない。 あのね、外国ってなんかバレンタインにネクタイあげるらしいよ。そうなんや。いや聞いたことあるから嘘かもしれんけど、うん、あんねんネクタイが。ほんまや。しかも結構かわいい。かわいい、めっちゃかわいい。マリオとか4200円。高っ。結構これね、結構本命としてもありやんかんちゃう。本命にネクタイあげんの。これってビジネスどうなんやろうね。日本にそういう文化がないからちょっと引かれる可能性もあるよ。あ、重いっていう感覚がちょっと俺には分からへんからさ。実用的なもん、なんかバスタオルとかもらったら嬉しいよね。俺は靴下とか付き合ってない人に。うん、そうなん。別に何も思わない。あ、ラッキーと思うだけ。そうなんや。もうなんかその感覚がもう分からへん。あ、逆にね。うん、だって好きが好きな人で、そうなん、別に仲いいってわけでもないかもしれない。いや、初対面、初対面でパンツはちょっとびっくりするかもしれない。確かに。確かにな、それは初対面やっぱお菓子とかってちょっと難しいな。俺そういうさ、恋愛の駆け引きみたいなしたことないからさ。駆け引きのうちにも入らん。こんな動画撮ってごめんなさい。じゃあなんかね、この2人が撮るっていうのも、はいはい、ああ確かにな。分からんもんね。うん、まあ、そう考えると靴下もありなんかもしれへん。ちなみに何もこれ買おうかな。ここ2つ入ってるもんね。1400円。安い、いいかもね。あ、てかタオルとかもいいかな。え、こういうのどう。嬉しい。嬉しいよね。かわいいやん。じゃあこれ1500円やからさ、ね、学生さんも嬉しい値段でね。そうだね。これじゃん。これが1万円は。あ、そうだ。なんかこれ鉄やし、ハンド。あ、そう。これ俺もらったら嬉しい。へぇ、クッキーやしね。なんかバレンタイン兼お土産みたいな感じでもらって嬉しい。こう一人の人にあげんの。そうそうそう。大逆にこれはあれちょっと雑。雑やった。雑やっぱね、思ったけど、え、これ本命やったらってことやんな。うん、やっぱ本命は紙じゃない方がいいかも。さっきのね、あのちっちゃいやつはあれは手紙と添えてっていう意味ではいいと思うんやけど。なるほどね。あれ以外はちょっと鉄じゃないとやっぱりちょっと雑かな。ただこれユニバすぎる。ユニバすぎるな。ごめん、ちょっとただのお土産感強いかな。バレたり関係ないもんな。エコバッグとかもはやどう。これはちょっとちゃうな。ちゃう、うん、なんかね、ちょっとあの生活に寄り添いすぎ。ちょっとさすがに付き合ってもないのに寄り添いすぎやろ。え、これは意味深にもほどがあるやろ。みなりのことを考えてはるやん。やある意味セコハラよ。やめよ。これいいんじゃない。これさ、うん、もしスヌーピー好きやったらめっちゃ嬉しいと思う。そうだね、スヌーピー好きやったら嬉しい。うん、この玉をあげるんやろ。玉あげて、うん、一緒に当てると。私の分もついてきてるパターン。あれじゃない、一緒に当てようってやつ。あ、なるほどなるほど。新しいね。チャーリーのことかわいい。かわいい。いいね、これシンプル欲しいもんね。新しい。
トミカ、トミカ、プラネル、乗り物、ゴーゴー、パラダイス。めっちゃ子供に見られてた今。トミカはあかん？え？トミカもちょっと重いかな、イニシン。あ、これ重い。あの子供服と同じぐらいイニシンかも。ほんまに？メイドの土産。はいはい、まあね、まあ見た感じやっぱりバレンタインはちょっと難しいかもしれへん ね、いいやつはね結構何個かあるんやけど、人によってって感じかな、あげる人によってって感じです。で、なんか思ったのがね、やっぱチョコ以外のもんあげるときってあれやな、あのその人が今後つけてるかどうか目視できるやつってあんまりあげん方がいいかもしれへん な、そうやな、うん、いろんな意味でね、あのつけてなかったらショックやし、あのもらった側も困惑する可能性あるからつけなあかんっていう使命感が生まれたりするから、そういうのだから例えばパンツとか靴下とかは人によっては全然ねいいんじゃないかなと思います。そう、関係性 ね、そうやね、関係性によっては、俺はねパンツとか靴下めっちゃ嬉しいから普段使えるし、あの使ってんの別にわからんやでもパンツ使ってって結構来たら言い方やんあ、使ってとか言ってまだ使ってとか違うじゃんそうかそうか何をですかってなるなんか入ってんのかなってなるということで、まあね思ったのがやっぱユニバのお土産はねホワイトデー向けのやつが多い。確かに。ハンカチとかってやっぱさホワイトデー結構いいやん、うんうんうん、ね、だからねちょっとホワイトデーもまた取りに行きましょうか。そうやね、はい、取りに行こうよ。お菓子やもんな。そうバレンタインってお菓子なんよ。お菓子やな。お菓子ってねやっぱりユニバのお菓子って基本的にめっちゃ可愛いから、うん、あげた人がメインになるんじゃなくてお菓子がメインになっちゃうっていうかな、まあ、ユニバ感が否めんよな。そうそうそう、ユニバがメインになっちゃうんで、そうそうそう、ちょっとそこういう意味ではやっぱり難しいんやけど、まあ共通でユニバ好きとかっていう人だったらやったらめちゃめちゃ嬉しいんじゃないかなと思いました。はい、はい、今日の動画は参考になったかな。うん、まあいろんな意味でね、うん、参考にはなったんじゃないかなとは、はい、自負しております。はい、ありがとうございます。はい、じゃあということで今日の動画が参考になった、はい、楽しかった、はい、僕も私も買いに来てーなーと思ってくれたそこのあなた、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。せーの、バイバーイ。今日すごい練り込んでるやん。トミカ、トミカ、プラレール。プラレール。ドリー。